てありがとう。ケイケイさん、今日もわかにゃん、ありがとう。明日もわかにゃんでいてね。ピーナちゃん、リオさん、おみくちゃん、まるさん、KTK さん、パルさん、FG さん、おつわかにゃん、来てくれてありがとう。新幹線動かなくて明日行けなくなってしまいました。やっぱ動かなくなっちゃうよね。やっぱなりますよね。マジか、マジか、マジか。お、花火、せいちゃんさん、花火ありがとう。明日はライブ普通にある予定なんだけど大丈夫なんだろうか。大丈夫なのかな。チキチャ楽しみすぎてやばい。あれマジな、なんか先着みたいになりそうだから、19時から整列順番取れるみたいだから頑張って。10枠しかないんだ、 10枠しかないんだけど、今のところ予約12人くらいいたのね、さ昨日の時点で。ちょっとさっき見るの忘れたんだけど、なんかちょっと先着になりそうだから頑張って。ケータさん、おつわくにゃん、今もさんもおつわくにゃん来てくれてありがとう。今日もわくにゃんありがとう。明日もわくにゃんでいてね。まこたんさん、こんにちは。ハートありがとう、来てくれてありがとう。また今度どこかで必ず行きますね。うん、必ず待っております。サンミューさん、ハートありがとう。わーい、トーマさん、星花火ありがとう。頑張って撮るよ。頑張って、怖いすぎる。頑張って。あ、台風が、台風かな。台風は大丈夫なんだろうか。リノサマーさん、ヒロさん、おつわくにゃん来てくれてありがとう。おみくちゃん、ハートありがとう。今日はアイラフさんのライブ待ちしてる。そうなの、いいな。アイレフさんは行ったことがないので。楽しそう、絶対楽しいよね。お、パルさん、キラキラありがとう。これ今日も送れるんだ、キラキラのやつ。たまに送れるやつね。モンスターさん、今日もワカニャンありがとうございます。はじめましてだ。すべき身の小湊ワカナです、よろしくお願いします。明日もワカニャンでいてね。昨日課題大変すぎて朝5時までやってた。やばー、やばいすぎー。終わったの、それは。東京のライブ行くよ。すべき身の？ドラえもんのコスプレするよ。結局ドラえもんしてくれるの？フラワーさん、おつわかにゃん来てくれてありがとう。あっくんさんもこんにちは。光合成希望さんもこんにちは。マーフさん、おつわくにゃん来てくれてありがとう。本当は今日すべき見行く予定だったから今度大阪行きたい。にゃーん、来てくれる予定だったんだ。来て来て、いつでも。くまさん、おつわくにゃん来てくれてありがとう。今日さ、前髪綺麗じゃない、いつもより。ちょっと微妙だな、ちょっと気になるけど。お、コマ、アイラブユー。ピラちゃん、コマちゃんありがとう。かわいいコマちゃんありがとう。このこれが。ここがもうちょっと綺麗に広がってほしいんだよ。まあ、眉毛に引っかかって綺麗に動いてくれない。ちょっとほら、難しいんですよ前髪って。なんであんなにさ、アイドルの方々は綺麗なの。このこれこれこれ、このちょっと塊がすごい気になる。まあいいや。こ
んなもんでいっか。初めての姿からドラえもんとかやばくない？やばいよ普通に。みゆさん、こんばんは。初見さん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。すべての瞬間は君だった小湊若菜です。よろしくお願いします。チェキチャってこっちのカメラとマイクオンにしてなきゃダメなのかな。え、どっちでもいいみたいだよ。私だけ私だけカメラでもいいし、あ、でもマイク、ん、ちょっと待ってね。まずできるの 3パターンあって、2人とお互いにカメラとマイクでこうテレビ電話みたいにして喋るパターンが1個と、私は普通にこの状態で、参加してくれる方がカメラはオフだけどマイクオンにして声だけで喋る、私は見えてるけどね、声だけで喋るのと、マイクもオフにするんだったらもうチャットになっちゃう2人ともらしいって聞いた。なんかそのパターンがあるっぽいから、お互いに声で喋りたいんだったらマイクはオンにしてないとダメだと思う。カメラはまあその日によって変えたりしていいと思うけど。綺麗、ありがとう。前髪、たっちゃんさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。桜餅さん、こんにちは。お仕事帰りに若にゃんのプレゼント買いに行ってきた。そうなの。楽しみ楽しみ楽しみ。湿気も前髪の強敵かも。そうだよ、湿気も最悪だからね。初めてがドラえもんになりそうだから今度はオーバーオール着たい。いいよ、2回目はオーバーオールで。チェキちゃ、親がいる自宅であまり喋るところがないので難しいです、すいません。ありゃ。でもショールームで若いやつ話したいので今後もよろしくね。うん、よろしくね。自宅、親がいる自宅か。まあ一応チャットもあるから1対1のチャットがね、まあ最悪それでもいいんじゃないかなとは思うけど、別に自宅じゃなくてもさ、ベランダとかでもいいんじゃない。ベランダとかちょっと玄関の外はちょっとあれか、隣の人とかが出てきたら気まずいけど。リノサマーさん、レインボースターありがとう。アーティットさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。制限かかるような推し活になりますが全力で応援するよ。全然いいよ、できる限りで、よろしくね。ありがとう。大阪で平日のライブとかあるのかな。平日あるんじゃないかな。9月はまだあんまりまだ告知されてないけどあるんじゃない。平日だったらだいたい夜とかにあるから。オーバーオールが一番好き、知ってるよ、もういっぱい聞いたよ。セイナさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。はじめまして、赤にゃんです。チャットで参加できそうだったら先着頑張ってみるね。うん、頑張って。19時からね。たけけさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。ファンタイムさん、今日もワカニャンありがとう。明日もワカニャンでいてね。リオンさん、キラキラありがとう。ファンタイムさん、マハナビありがとう。ワキピピピョンチーさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとう。平日の大阪とか行ってみたい。おいでよ。多分いっぱいあるんじゃないかな。わかんないけど。全然告知出てないからあれなんだけど。あ、金魚ちゃんがいる。ワンタイムさん、金魚ありがとう。今日髪の毛どうしよっかな。チキちゃん、ミカコちゃん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。髪の毛どうしよう。とりあえずショールームは前髪だけやってきて、髪の毛何も、後ろは何もしてないんだけど、どうしよっかな。髪の毛、今日は聞き戦だけど見に来た、ありがとう。1時間しかやらないけど、
見てね、早く告知出てほしいね。告知がね意外と遅いんよね、ギリギリだもんね結構。だからまあ来れる予定がたまたまあった日とかしか来れないかもしれないけど、待ってるよ。今日なんかさ、今日なんか美女良くない？今日なんか私美女良くない？なんか映ってる画面の私がいつもより可愛いんだけど、なんでだろう。いつもと何も変わらないのに、なんでだろう。前髪が調子いいからかな。今日昼ラーメン食べたけど美味しかった。いいなラーメン。何ラーメン？キッチーさんこんにちは、初めまして、来てくれてありがとうございます。すべての瞬間は君だったの小湊若菜です。おみくちゃんハートありがとう。いつもだよ。いつもに増してなんか今日可愛くないって。なんかすごい、なんかすごい今日顔がはっきりしてる。なんかなんでだろう。鼻のシェーディングはちょっといつもと違うやり方でやってみたんだけど、新しいシェーディングを買ってみたからさ。でもあとは何も、でもやっぱこのカラコンがいいな。昨日はさなんかいつもと違うカラコンしてたから大きかったんだけど目が。このカラコンがやっぱりいいですね。大阪は行きたいので、うん、来てください。いつでも翔ちゃんさん、今日もワカニャンありがとう。明日もワカニャンでいてね。おお、さきさんおつわくにゃん来てくれてありがとう。おつわくにゃん時間なくてチラッとだけ。いそじさんおつわくにゃんいいよ全然、ちょっとでも来てくれてありがとう。豚骨食べた、うわーめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、豚骨食べたい。うまかっちゃんはあるんだけど、うちに普通にお店の豚骨が、美味しい豚骨が食べたい。各メンバーがこの時間帯配信しています。みんなチェキチャ前で配信してるのかな。今日も可愛い天才やったー。ありがとう。さきさんはよくライブで真ん前にいた時にニコって目があって笑っちゃう。ニコって笑っちゃう。今日はアイスちゃんと無料ハイタッチできるみたい。すごっ、無料でハイタッチできるの。うさぼうさん、わかにゃんくん、ちゅういちありがとう、来てくれてありがとう。かっくんさん、ちら初見さん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。すべての瞬間君だったの小湊わかなです。ワンタイムさん、毎日わかにゃん、やったやったやった。サンミューさん、今日もあかにゃん9月初日のライブ頑張ってね。うん頑張る。明日ね9月1日、2個ライブがあるんですよ。明日はまた1個はサーキットにトップバッターで出ます。なんて名前だったっけ、スーパーハイパーサーキット、心斎橋であるサーキットなんですけど、これの3ホールだっけなにトップバッターで出ます。頑張ります、トップバッターで。2個目がまたこれまた心斎橋でフリーボンバーっていう無料ライブがありますのでお待ちしてます。どっちも30分の公演でいつもよりちょっと長いから頑張ります。一蘭って福岡では人気なの、それとも長浜ラーメンとか久留米ラーメンが一番正統派なの。福岡でも一蘭かな。でも一蘭って高いからあんまり日本じゃない、福岡の人食べてるイメージないけどね。もっと安い美味しいラーメンいっぱいあるから福岡は。私だって好きなラーメン250円とかで売ってたラーメンだよ、好きなラーメン。クロちゃんさん、今日もワカニャンありがとう。明日もワカニャンでいてね。フジポンさん、ワカニャン来てくれてありがとう。目合うと照れちゃうし、アイちゃんワカニャンが並んでると眼福。
いいね。あ、じゃああれじゃん、愛ちゃんと並んでる時はさ、なんだっけな、ラブレターの一番最初のポーズのところとさ、ビハインドの一番最初二人で歌うとこじゃない、愛ちゃんと私が。さとかちゃんさん、おつまかにゃん来てくれてありがとう。一蘭ってマジ高級ラーメンだよな。いや本当にめっちゃ高いから、一蘭めっちゃ高い高級ラーメンだよ一蘭って。気合い入れないと食べれない。大砲ラーメンが好きです。あー、食べたことあるような気がする、でもあんまり覚えてないパルさん、ハートありがとう。普通に東京って物価高いよな、ラーメン1000円は当たり前だから。いや本当にそうなんだよね。で1000円出しても福岡の安いラーメンの方が美味しいんだよね、なんかやっぱり豚骨の話に限るけど、今私がしてるのはね。大阪ってめちゃめちゃ物価安いって聞いた。あ、なんかめっちゃ言ってるねみんな。私ちょっとまだそんなに実感してないんだけど、物価安いの。安いらしいよ。あんまりまだ買い物してないからなんとも言えないんだけど。さよならビハインドはね、しんみりだから我慢してるつもりだけど心ってニコニコしてるよそうなの。そう、ビハインドはあれ感情を込めて歌ってるから私もあんまりニコニコしないんだけど、私を見ろっていう気持ちで歌ってるからずっと東京だからラーメン1000円当たり前で生きてた。いや高いからね、ラーメン1000円って絶対に高いから。福岡に来て豚骨ラーメン食べてみ安いし美味しいから。シンシンはいつも行列。あー、シンシンはわかるよ、泡のやつでしょ、泡系ラーメンみたいなやつでね、食べたことあるよ。自分が大好きな東京の中華定食は1000円する。あ、まあ、定食ならね1000円でも全然良くない。定食ならラーメン一杯に1000円はちょっと私出せないかな。 X ピーターのツーショット、そう、ナナさんとのツーショット X とインスタグラムに載せたんですけど、どうでしたあれいい写真じゃない、めっちゃ初めてのツーショットだよあれ、ナナさんとの。ナナさん引用してくれってさ、引用してくださるなんて思ってなかったから、嬉しいと思ってあれもリポストすればよかったかな、いいねだけとりあえずしたんだけど。ナナさんの福岡の豚骨食べてみたい。食べなよ食べなよだからじゃあすべきみが福岡で絶対にライブをやるので、その時についてきて食べてください絶対にすべきみ東京じゃない、福岡でライブやります、絶対にやります。 NMB48 分かりますか。うん、詳しくはないけどちょこちょこ歌知ってたりはする。メンバーもちょっと知ってたりはする。詳しくはない、わかることにはわかるんだけどね。いちむさん、つわかにゃん来てくれてありがとう。山田奈々は元 NMB48 の、そうです、元 NMB48 の山田奈々さんがアイドルプロデュースしてて、そのグループがこの私のすべての瞬間は君だったっていうこっちかな、グループで、私は小湊若菜フェアリーパープル担当のものです、よろしくお願いします。今プレデビュー期間として活動してます。10月13日のゼップナンバで開催されるナナさんが主催のナナフェスっていうフェスで本デビューするので、よろしくお願いします、みんな見に来てね。ひでぼうさん、こんにちは、来てくれてありがとう。アイドル好きですか。当たり前に好きです。アイドル好きじゃないとアイドルになりません。ずっとアイドルになりたかったって、やっとなれたんです。私はかわいいね、ありがとう。今日なんか自分でもちょっといつもよりかわいいなって思うんだなんか画面に映ってる自分がいつもよりかわいいの、なんかなんでだろう。
岡でラーメン食べたいな。食べよう食べよう食べよう。アーリンさんこんにちは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。カツニャンさん、おつわかにゃん来てくれてありがとう。わかにゃんにたくさん手紙書いたよ。たくさん手紙書いたの？たくさん書いたんだ。 STU48 がゼップナンバーのイベントさ出演するので行こうかな。あ、そう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 、それですそれです。 STU48 さんもナノフェス出てくれるから、そう出演してくださるのでぜひ見に来てください。 HM さん花火いっぱいありがとう。斉藤なげさと大谷エミリとクルスリンとコミュナとアカナ可愛い。分かったって、もう十分可愛いのは伝わった。ST48 さん知ってますか？知ってるけど詳しくはないです。あの私48知ってるけどあんまり詳しくなくて、私は坂道は詳しいんですけど48はあまり詳しくないです。若にゃんに出会えた奇跡。いや奇跡だよ、みんな出会えたの、みんな奇跡だよ。今晩無事帰れたら明日ライブ行けるはず。そっか、茅ヶ崎にいるって言ってたもんね。無事に帰ってこれますように。やっとファンレベル10。ほんと？やった、ありがとう。カサネにはまりそうになってる。みんなカサネにはまりそうじゃん。カサネいつもあれでしょ、配信でなんか魔法やってるよね、キラキラーンって。もう一人ね、私タン推しからのカサネにもハマっちゃったね方がいるんですよ。まあわかるわかる、9人いるからねハマっちゃうよね、他の子にも。まあ本当はね私タン推しの方がいいけどね。テルダウルさん、ツワカニャーン。テルさんか、もうお名前がみんな二押しになっていっている。みんな二押しになりつつある。一緒のフェスに出演するのに知らなくていいの？いやだ、知ってはいるんですけど詳しくはないですっていうことですね。知ってはいますよそりゃ。今は白金、あーこれ読めないやつだ、白金なんたらだけど、ストガのライブです。おお、すごっ。じゃあ3日連続ライブ行ってるってことだね、いっぱい。あ、なんかキラキラ降ってる。わかにゃん、やっほー久しぶり、やっほーちーぱさん来てくれてありがとう。かさねん魔法少女？魔法少女だねかさねんは。ずっとタン推しだよ。うん、ありがとう、ラブラブ。ずっと一途だよ、ありがとう。ごめんなさい。タン推しでいるべきかどうか悩んでます。まあね、タン推しの方がでもそりゃ喜びますよ。私自身はごめんなさい。そう悩まなくていいんだけどさ。タン推しの方が嬉しいなっていうこと。ピナスさん、ピナちゃんキラキラありがとう。 ST48 のメンバー名もわかるの？だから全員は知らないでしょさすがに。ちょっとだってアイドルさんいっぱいいるから、そんな一人一人めちゃめちゃ詳しいとかではないですけど。そう、おっさんさんこんにちは、来てくれてありがとう。せいちゃんさん、花火ありがとう。かさねんがわかにゃんにメイクレシピやってほしいって言ってた。それ昨日もね誰かが言ってくれた、かさねんが言ってたよって。そう、作るかあれ時間かかりそうだもんな、頑
頑張って作ります。うわ虹がある、後で読む。なんか変な声でうわって。え白金高輪2日連続かな。えだって昨日なんか愛子さんのライブみたいな言ってなかったっけ。あれあれ違う人あれ千葉さんハートありがとう。俺とかキャラ濃くて申し訳ないね。何が申し訳ないの。全然何も申し訳なくない。いいじゃん濃い方が。次のメンバーからメンバーになってって言われたら移籍しますか。移籍もできなくないですか。そもそも私は奈々さんに選んでもらったものなのでここで頑張りますよ。私は全ての瞬間君だったを大きくします。私はここで頑張ります。私はもう散々私は選ばれなかった人間なんですね。でやっと奈々さんに選んでいただいたので私はもう一生ここで頑張ります一生一生できる限りできる限り全力を出すべき身で頑張ります。私はここにもう全力を注ぎます。だからみんなもついてきてね。すべき身大きくしようね。単押し俺には無理そうなのいっぱい可愛い子いるから難しいよね。もかさんおつわくにゃん来てくれてありがとう。七夜不定時の石田千穂さん分かりますか。なんとなくは分かります。詳しくはないです。あの大前提に私48にはあんまり詳しくないのでよろしくお願いします坂道はめちゃめちゃ分かるんですがそれを大前提でよろしくお願いします。ウドリーマンさんこんにちは来てくれてありがとう。カサネンやっぱカサネンごめんやっぱ俺若にゃんだうんその調子ピナちゃん虹ありがとう。虹綺麗だった。あ、明日行けたら3日ってことね。うん今日はまだ2連続ってことね。明日来れたら3日連続ってことだよね。時間ある時で大丈夫だからね楽しみにしてる。うん何の話だあ、メイクレシピね。全然でも早くやらないと流行りが終わってしまうからちょっと早めに作りたいところ。単押しわしも無理難しいよね。難しい人には難しいよね。我が家大好きすぎて気づいたらたくさん手紙書いてためっちゃラブレター書くやん。 STU にいそう。 STU48 さんが好きなんですかヒカルさんは。でも私いつもこんな清掃っぽくしてないよねSTU さんはすごい清楚なイメージがある。私はいつもこんなツインテールとかしてるからちょっと多分違うんじゃないかなって自分では思うんだけどね今はちょっとノーセットだから、ま、前髪しかやってないから。直樹さんおつわくにゃん来てくれてありがとう。ケイタさんもキラキラ送ってくれたんだありがとう。メイクできます。若にゃんがアイドルになれて本当によかった。うんよかったよありがとう本当によかった。その言葉なんかいいね。一緒にすべきも大きくしよう。 7P についていきますって感じかな。そうです、奈々さんについていきます。私は奈々さんと一緒に上に上がります。私は乃木坂の梅澤美波さん分かりますか。はい当たり前に分かりますよ。レナさんおつわかにゃん来てくれてありがとう。わかにゃんの推しって誰。わかにゃんの推しはね
乃木坂だと今いる人、まあ、うん、今はねあんまりちょっと追っかけてないからあれなんだけど、昔はめっちゃハマってた、私がアイドルになるきっかけになったくらいめちゃめちゃもう好きだった時期は西野七瀬さんと与田祐希さんです。あと欅坂46の今泉由衣さんです。ここの3人ですね、私がアイドルになりたくてなるきっかけになったのはこの3人ですかね。今はちょっとノイミーさんにハマってて、ノットイコールミーさんに、谷崎さやさんと永田しおりさんが好きです。可愛いです。ワンタイムさん音符ありがとう。横浜駅でご飯食べたい、食べておいで。帰宅中なのでコメントなかなか送れない。本当いいよ、全然送れる時で清楚に見える、ありがとう。清楚っぽいってよく言われるんだけど、私自身全然清楚だと思ってなくてあの中身が全然清楚じゃないからなんかちょっと伝わらないかもしれないけど、中身が全然清楚じゃないからちょっとねあれなんだけど今日もストレート素敵かわいい、ありがとう。全然何もしてないだけなんだけどね。あとでチェキちゃんあるんだけど、19時半からチェキちゃんを初めてやるんですけど、そこではちょっとなんかしようかなって思ってる。だから配信終わってちょっと髪の毛をセットします。チェキちゃんに来た人だけが見れる髪型ですね今日は10人。アスカさんこんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。 STU 卒業した、やぶしたって合ってるかな、楓ちゃんしか分からん、やばい、私は分からない、申し訳ない、詳しくないんです48さんは。もかさん花火ありがとう。おみくちゃんハートありがとう。乃木坂にもいそう、嬉しい、それめっちゃ嬉しい、それがめちゃめちゃに嬉しいそれが心の底から嬉しい。私はずっと入りたかったから、入りたくて入りたくて何回も応募したけど受からなくて、奈々さんに見つけていただいたんです。やっともう23になりますよ、私今年頑張ります、全力で、すべき身で。タオン氏だと推しが辞めたらオタク辞めるってことになっちゃう。あー確かに、確かにね。今回のチェキチャってツーショットできるの？できるよ。なんかそもそもチェキチャに参加するのに3000ポイントかかるんだけど、プラス1000ポイントでツーショットができるらしいから、ツーショットにする場合は4000ポイント必要です。自分の推しは大谷エミリちゃん、クルスリンちゃん、宮月あみさちゃん、アイスちゃんだよ。マカニャンは何番目なのその中の自分も西野七瀬さんと与田祐希さん好きでした。おお、気が合うじゃないですか。マガニアも単押しじゃなかったのねそこ突っ込まれるいやでもそう、いろんな、なんかめっちゃでも追っかけタイプではなかったから、あの当時福岡に住んでたから全然そのライブとかに行けなかったのね、学生だったし高校生で、だから普通にもう見る線だったから、自宅待機生だったからそういっぱい見てた。今は ST48 にハマってます。あ、やっぱハマってるんだ、だからすごい言ってたんですね、さっき。ズーミン歌うまかったよね、ソロ曲が好き。わかるー、わかるー、わかる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 よ。私欅坂さんのあのライブさ2回行ったことあるんだけど、2回ともズーミンいなくてもう悲しかった2回ともちゃんとズーミン今泉ゆいって書いてあるタオル持って
参加したけど2回とも見れない。だから私見たことないの、ズーミンさんは、今泉ゆいさんは見たことないんです、直接。悲しすぎ。桜坂では渡辺梨沙さんが好きでした。おお、なるほどね。清楚系がやっぱり好きなんですね。安定の課題中なので時々コメントする。あ、終わってないんだ、頑張って。ウィンクして、さっきしたじゃんさっきしたじゃないですか、見てなかったんですか。レナさん、見た目は清楚系でもいけそうよ、本当に。でも私が、私自身ちょっと清楚系だと思ってないから、ちょっとあんまり清楚にできなくてちょっとね、洋服が今日ちょっと清楚系だからそう見えるのかもしれない。やぶしたふーちゃん、あ、失礼しました、大変失礼しましたすいません、失礼しました、ちょっと存じ上げなくて申し訳ないです。金にゃんさん、おつあかにゃん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。わがにゃんは清楚なイメージだったけど違うのか。あ、清楚なイメージだったのえ、だって喋ってみて清楚そうだったまあ全然清楚だと思うなら全然いいんだけど、私自身は清楚だと思ってないニャジョイにもハマってます。おお、ニャジョイさんか。ニャジョイさんもね、ちょっとまだあまり詳しくないんですよね。ミキノッピさん、おつあかにゃん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。うさぼうさん、花火ありがとう。たけけさんも花火いありがとう。花火か。ニアジョイは市原あゆみさんが気になってます。あ、私もニアジョイは市原あゆみさんが好きです。可愛いです、顔が顔が好きです。たけけさん、花火ありがとう。マイとか明日37歳になっちゃうとか、誰が限界コスプレおじさんやねんえ、明日37になるの明日誕生日なの。コス限界コスプレおじさんってワード強すぎて面白いんだけど若菜ちゃん、こんにちは。まさきさん、こんにちは、来てくれてありがとう。これから若菜に会おうします。本当にありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いします。ティフで目の前で長濱ねるちゃん見てよ、その次のライブがイコラブお披露目だと。すごっ、めっちゃすごいティフに行ってるじゃないですか、すごいな、めっちゃいいじゃん。見てなかったから もう一度ウィンクしてちょっと口が一緒に動いちゃうのね。終わり。かにゃひなち、お、ひなちさん、かかにゃんだよ、あのひなちかな。ワイルド系なのかしらワイルドでもないんだけどワイルドでもないけど、ワイルドでもないけど清楚でもなくないみたいな。わがにゃんとかワイに負けないくらいキャラ濃い感じする。ほんと？え、そんな濃い私そんな濃いかな、私影薄いかなってグループ内で思ってるんだけど。もかさん、花火ありがとう。市原由美さんは元 ST48 です。はい、それは知ってます、私も。そう言われると、いやでも今まで押そうと思った子では一番清楚。私がなんで怒られそうなの別にいいじゃん、そんな清楚なんだ私って。昔からすごい言われるんだけど、わからないんだよね、何、どこが、これのどこが清楚なんだろうって。松島さん、こんにちは、来てくれてありがとう。スプリスプリットさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。すべきみ、みんな推したい、みんなの配信見てみやびちゃん推しん、そう、あ、そうなの。みやか、ミヤも可愛いもんね。
おざくにゃん来てくれてありがとう。もかさんキラキラ送ってくれてありがとう。ミンクかわいい、スクショすればよかった。ミンクはあんまり上手じゃないからあんまりやりません。自撮りとかならね、いくらでも顔決めてる瞬間を撮れるからやるけど、配信ではあんまりやりません。あのひなちだよ。わーい、ひなちだ。私の、ね、お姉様が、ひなち様が来てる。ふん。イコラブ7年をしてる。ミーナは岸部時代から推してた。初めての特大会もリリーバーも参加したよ。強っ、めっちゃ強い。スクショするからもう一度ウィンクして。もうやらない。もう2回やったもん。そんな大サービスしないよ。もうやったから2回も。逆に俺ってそんなにキャラ濃いのか。自分で言ってるじゃん、濃いって。マーボーさんこんばんは。はじめまして、来てくれてありがとうございます。他の推しから怒られるってことね。ああ、そういうことね。な、清楚かな。まあ、今はちょっと清楚に見えるかもしれないけど、影薄いどころか影見えなくなるくらいの眩しさですよ。眩しすぎて。そういうこと？受ける、それ。眩しすぎちゃうんだ。マーボーさんキラキラありがとう。ミコンプさんおつわかにあん来てくれてありがとう。今度チェキ取るときウィンクお願いしようかな。やだ、事故っちゃう顔。顔事故っちゃうな。可愛くて癒されてます。ありがとう、ありがとう。いいえ、ひなちの方は十分可愛いですよ。ひなちには勝てないから、すべてにおいて。投げキスしてほしい。投げキスはしない。ウィンクもしないし、投げキスもしない。ブラックワカニャ見てみたい。ブラックワカニャ、ブラックワカニャ割といつもブラックワカニャじゃない？そんなことない？うん、全然あざとさとか皆無だから私って。パルさんキラキラありがとう。スーパーなんたらでクリオネ見に行きたい。何それ。なんかさ、そういえばさ、クリオネのさ捕食動画みたいなさ見たんだけどさ、めっちゃ怖かったんだけど、クリオネの捕食するとき見たことあります？みんな。クリオネの捕食するときやばいからね、マジで衝撃映像だった。なんやかやで 7P推し14年、すごい、めっちゃ長い。じゃあこれからすべきみもよろしくお願いします。ショーリンミンさん、おつわくにゃん来てくれてありがとう。文字が見えなかった。こちらから投げキスしておきます。ありがとうございます。受け取っておきます。10日のライブ楽しみすぎねえ。東京遠征、初めての東京遠征楽しみ。やっぱり私を待っててくれてる方は関東が多くて、やっぱり楽しみですね、東京遠征。これからご飯食べてきます。夜も配信してほしい。夜はやる予定ないんだけど、チェキチャがあるから。そう。ちょっと明日のライブで、ちょっとまだね、明日のライブの予習じゃないけど、ちょっとやらないときゃいけなくて、ちょっと配信はしないかも夜。東京のライブ楽しみね、楽しみ。投げキスしてくれたら一番にしようと思ったのに。あ、一押しにしようと思ったのに。投げキスしなくても一押しにしてくれる人がいいな。
でチェキチェキチェキチャだよ、チャチェキチャってなんなん。オンライン特典会みたいな、オンラインでチェキチェキみたいな写真を1枚撮れて、ソロでも通所でも撮れて、おしゃべり2分間おしゃべりできるよっていうやつです。ソロだと、ソロ写真だと3000ポイント、なんかポイント制なんだけど、ポイントでできて、ツーショットなら4000ポイントでできます。先生、お好み焼きはやつに入りますか？入りません、ご飯です。ひろたかさん、花火ありがとう。見た目可愛いのに捕食シーンやばいの、いやマジでやばいから来るよね。チキチャか、そうチキチャ、あーあれは怖い、グロい、やばいよねあれ。東京にドラえもんいるとか絶対やばいよな。どういうこと？あ、会場に？ハロウィンでもないのにね。やっぱりウィンクしてくれたので一押しにします。おお、そうですよ、さっき2回もウィンクしたのに。そこ考慮してくださいね、よろしくお願いしますね。そこで投げキスしないのが清楚な気がした。そうなの。そう、あの、私は別にあざといキャラでも何でもないから、そうなの、あまりちょっと普通に、はい。ちょっと言葉が変なんですけど、そういや明日のルイード P の NB の同期をプレゼンしてるグループも出る、あれそうなの、ちょっと全然確認できてなかった、ちょっと後で確認します。あ、てかあと10分だからそろそろランキングを読みますよ。ランキングを読んでいきますよ。さあ、こう本日のチェキシャはどなたが勝ち取るのでしょうか、楽しみですね。10枠しかないからみんな頑張ってね。髪型どうしようかな、じゃあやったことないから、ちょっとどんな感じなんだろう、ドキ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 であたふたしてるかもしれないけど、一人で。あれこれどうやるのとか、一番最初の時とかあたふたしてるかもしれないけど、まあまあよろしくお願いしますね。13位からいきまーす。あ、ちょっと待って、日付書いてなかった。13位、たけけさん、ありがとう。あまり見ないお名前です、嬉しいです、ありがとうございます。12位、サンミオさん、ありがとう。たまに壇上にいてくれますね、嬉しいです。たまに、ありがとうございます。よいしょ、12位、トーマさん、ありがとう。トーマさんは明日来れる予定だったのに来れなくなっちゃったということで、とっても悲しいんですが、またいつか来てね、待ってるよ。10位、ワンタイムさん、ちょっとギリギリ無が。ありがとう。なんかアイコンの
アバターかわいいね黒髪で、黒髪キャラやっぱり好きなんだよね。あでも、いやキャラによるな。初見は黒髪のキャラをちょっと気になるけど、やっぱ中身知って全然違うの好きになったりはあるんだけどね。キウイウサボーさんありがとう。たまに見に来てくれて嬉しいです、ありがとうございます。8位、8位ケイタさんありがとう。課題頑張ってねちょっと夜配信ちょっと多分しないと思うんだけどちょっとやることがあって、頑張って課題終わらせるんだよ。なあなあ違う、8位、おピソさんありがとう。はい、最近いつも来てくれますね、嬉しいです。7位、7位パルさんありがとう、いつもありがとう。そこアカニアテイルも入ってて嬉しいです。みんなアカニアテイルの一員はみんな何の魔法使いたい何の魔法使いたいですか。6位、せいちゃんさんありがとう。せいちゃんさんもね、本当は今日会えるはずだったよね、多分来れなくなっちゃったよね。また会おうね。5位、5位もかさんありがとう。今日はあのたまに現れるキラキラがありましたね。4位、あギリギリになっちゃった。4位、リノサマーさんありがとう。サマーっていう綴り合ってる、合ってますねありがとうございます。サマーなんて何年ぶりに今書いたかな、英語で。3位、3位 HM さんありがとう。明日来れたらいいね。帰ってこれるかな、待ってるね。2位、2位ひろたかさん、わーいありがとう。2位だ今日は。いつもいつもありがとうございます、壇上にいてくれて。ゆたかさんっていつか来るっけ、東京遠征来るんだっけ。うん、東京遠征で会いましょう、ありがとう。はい、今日の1位、
今日の1位ピナちゃん、パチ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 。ちょっと待ってね、ペンをしまいます。おめでとう、いつもありがとう、いつもいつも。はーい、パチ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 、よし、オッケー。いつも皆さんありがとうございます。コメントを読みます。あー、どこまで読んだかな。まいちゃんさん、おぴそさん、おつわくにゃん、マイメロになりたい。リオ、リオさん、キラキラいっぱいありがとう。あと40分、ドキ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 だね。皆さん勝ち取れるでしょうか、チキちゃん。やだやだやだ、わかんやだ、晴れんたくない。ゼロタイガーさん、おつわくにゃん、はじめまして、来てくれてありがとう。セブンさん、今日もわかにゃん、ありがとう。明日もわかにゃんで言ってね。もうポイントチャージしてるから、できなかったら悲しすぎる。うわー、それやだね。そう、チャージ制だから取れなかった時やばいよね。頑張って。予約19時だからだっけ。はい、予約は19時からです。あと30分後ですね。から予約参加券みたいなのが先着で買えますので、多分19時からは確実です。なので皆さん先着頑張ってください。おぴそさん、かわいいスタンプありがとう。ファンシーっていう起きたやかすが P のグループだね。あー、なんか前誰かさんに聞いた誰かさんどなたかに教えてもらった。 OK、 後で確認してみます。前にお話しした子です。前にお話ししたっけすごめん。あ、前、あ、だからショールームで前話したよね、多分ショールームのことだよね。はい、おおきに、こちらこそおおきに。なんか今さら初訪問がすごいいっぱい、ありがとうございます。もう終わっちゃうんだけどね。キラ関東ありがとう。終わりかけの時に来てしまった。はい、もう終わります。りなちゃん、こんばんは。たけたんさん、しゅけんさん、はじめまして、ありがとう。チェキちゃん参加できるといいな、頑張って。せいちゃんさんも一応頑張ってはくれるのね。待ってるよ。今日もありがとう。明日帰れないとやばいので頑張って帰ります。はい、頑張って HM さん、かわいい、ありがとうございます。わかにゃんです、覚えてってください。 X とインスタグラムいっぱい写真ありますので、そっちも気になったら見てみてね。配信おつわくにゃん、チキチャ撮れたらいいな。いや、本当にみんな頑張ってね。ありがとう、みんなありがとう。東京楽しみにしてます。うん、私も楽しみにしてる。溜まってるよ。お家着いたので頑張ります。はい、みんな頑張って。チキチャ今日もおつわくにゃん。お、初見の方ですね。英語で読めません。ハートありがとうございますチキの時話したかも。まあ一回じゃ覚えられないよね。うわー、マジか、めっちゃごめんなんか喋ったっけ、マジで申し訳ない。トトロトロさん、おつわくにゃん、ケイさんこんばんは。チキちゃんの楽しんでね。うん、楽しむ、頑張る、頑張ってね、頑張る。みんなも頑張ってね、先着取れるように。あと30分後です。チキちゃんは1時間後です。それでは皆さん、今日の配信は終了、終わりです。今日はチキチャで会える方は会いましょう。じゃあね、バイバイ。